スマッシュ ブレイブ Today's guest。さあゲストコーナーやってまいりました。本当にお久しぶりです。今日のゲストはチャゲアンドアスカさんです。どうもこんにちは、よろしくお願いします。今日なんかお二人結構厚着ですね。やっぱ寒いですか。いや、あのこっちに来て脱ぐの忘れたんですよ。半袖だもんね。いやいやね、僕はもうずっといつまで半袖入れるかちょっと試してるんですよ。ああ僕は小学校の頃にいつまで半袖でいられるかってやったのでしょうか。そうです。はい、昨日ライブお疲れ様でした。ありがとうございました。現在ツアー中ということで、結構今回ねあのこまめにいろんなところも、ね、九州はね回ってますね。それぞれやっぱりファンの皆さんの反応も違うと思うんですけども、結構でも喜ばれてるんですかみんなね。でも反応はもうね、もうどこでもそんな変わんないですね。はい、じゃあ早速ですね、今日はお二人からリクエストをいただきたいと思うんですが、はい、これ1968年、俺生まれてないもんこれ、ですよね。まあ、あのリクエストって言われた時に、まああの本当にマジな方向に行くのか、あえてあのなんか面白く話を引き出すためにギャグで来てるのかって、ちょっとイメージがもう湧かなかったので、はい、まあ、なんとなくあの正直に、子供の頃に印象の強かった、曲をですね選んでみました。ちょっと待ってくださいね。いや、はい、あのチャイさん僕流したわけじゃないですか。いや本当に知ってますよ、知ってますけど、まさかこれをねでも聞いてみたいね。うん、僕もCD 化されてるんですね。もうされてるんですよねこれね。タイガースですもん。タイガース、ロックオロシじゃないんだもんね。それと違うよね。うん、世界は僕らを待っているのは、そう主題歌。これね確かあの妹役かなんかジュリーの、そう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 、確か、ね、お前よく知ってるの、うん、思い出しました。あの募ってね、俺はね、もうあのタイガースの曲ってずっと良かったのよ、はい、その中でこの曲が出てきた時に初めてもう一発でなんていい曲なんだろう、はあ、後に、ベイシティローラーズのレスリーがカバーしましたけど、ね、知らんがなそんな、詳しいな、まあ、じゃあちょっとお願いします。じゃああのザ・タイガースのですね銀河のロマンスという曲を皆さんにちょっと聴いてもらいます。はい、FM 効果開局35年を経っておりますが、夕方の追い番組でこのタイガースが勝ったのは一体何年ぶりなんでしょうかっていうぐらいね、すごいし、いや懐かしいね、聞こえますが懐かしいって。チャゲさん僕生まれてすぐですから。あそうですか、全く分かんないですけど、でもイントロなんか始まったら綺麗だなと思うでしょ。思いますね、やっぱね、いい曲、いい曲あるんですよ。廃墟の鳩とかね、ね、うん、人は誰も、これはトップでしたけどね、トップ、ね、いやでもこれ、これ澤田健さんの声ですよね。そうですそうです、ジュリーですね、ジュリー。あの頃まだね、あの顎を引いて、マイクの前で右手でやってこう、あの両脇にこう振りながら、一筋指立てて振りながら歌ってる時ではないですね、うん、まだね、まだそこは確立されてない。まだまだこう正統派って感じですね、すごいね、うん、デビューして間もないでね、1968年の銀河のロマンス、ザ・タイガース、タイガースの主演映画、うん、世界は僕らを待っているの主題歌です。でも本当に高金利の60年代も本当に日本でいろんないい曲、名曲すごい残ってますよね。60年代の70年代前半っていうのはもう本当に良かったですね。でも話はトントンに飛びますが、今回のチャゲアンドアスカさんのアルバムのスタンプもやはりそういう過去の名曲なんかもセルフカバーですっげえいいっすよ。僕車でいつもリピートで聴いてます。 ありがとうございます。ありがとうございます。今あの誤解をされた方がいるんじゃないかと思うんですが、あの過去の名曲、あの自分たちの焼き直しということをやっておりますのでですね、タイガースの曲ではないんですよ。いや違います、タイガースじゃなくてチャゲアンドアスカさんの、ね、名曲の自分たち自身で、はい、これでもすごいですよね。なんかあのアルバムちょっとあのままゆっくりね、また後で話したいと思いますけども、はい、うん、Today's guest。 さあ Today's guest スマッシュウェブキャンペーン中なんですが、引き続きゲストはチャゲ&アスカさんのお二人に登場です、はい、してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速11月20日、これ結成23年で初のセルフカバー、そうですね、アルバムスタンプがですねリリースされました。で今回これ本当に聞いて、先ほどもちらっと話してましたけども、やっぱり一番びっくりしたのは Say Yes の、あのアレンジというか、あのビート感で、ビート感だからね、あの前に C46 っていう曲ねバラ出した時に、カップリングであの C46 のインストルメンタルをクラブバージョンで作ったのね、はいはいはい、その時の雰囲気がすごい良くて、なんかなんとかなフィーリングでセンス歌ってみたいなっていうのがありましてですね、やってみたんですけどね、うん、でもすごいなんかこう踊れる感じですよね、あのセイエスは、ね、まあね、まあ、我々からじゃああれで踊ってくださいとはなかなか言いづらいですけどね、でもなんかもうあのちょっとね、前のオリジナルは本当にあのもうイメージ壊すことから全部始まってますんで、はい、まあ、これも一つ楽しんでいただければと、ね、なるほどですね。でややなんかもね結構、うん、あの低音で低い声でも、はいはい、やってますけど、ああいうのもやっぱりお二人のまあなんかこう肩の力を抜いたややみたいなね、うん、まあ、まあ、あんまり殴りに行けない、殴りに行く人数が少なくなってるっていうね
というくらいの殴りに行く人数が少なくなってるような感じで、今回半音しか触ってないんですけどね、半音しか触ってないんだけど、やたらこの歌い方で聞こえますよね、歌い方でね、本当に、まあ、だから拳を突き上げるような感じではなくなりました、今ライブでもやってるんですけどね、まあ、どっちかともう横揺れになってますよね、それがまた気持ちいいんですよね、縦乗りのやーやーやーとまた違うんですね、違いますね、横乗りになっちゃうんですね、まあその他本当に、まあ、僕個人的には大好きなエピローグとかですね、ありがとうございます、たくさんの曲、全13曲、まあ、最後の締めが太陽と誇りの中でということでございましてね、あの中にはこうあまりといった失礼なんですけど、そんなに変わってないような、あのね、要するにボーカルだけ差し替えてるやつがあるんですよ、だから港に潜んで潜水艇ってなんで、とにかくもう音はそのままなんですけど、メインのボーカルをアスカと僕は変えてる、それだけ、これはこれで面白かったですね、前回僕はあのリードボーカル取って、チャイアハーモニーという、今回チャイアリードボーカル取ると、だからまあチャイアの曲でしたからね、まあ話二人の間では俺は長い間仮歌状態だったと、長い仮歌を歌ってリードボーカル歌ってたつもりだったんだけど、それは本人の意識だけで、どうも やつ俺を仮歌しか見てなかったみたいですね、仮歌なんですよ、普通こういう発言って怒るよね、なるほど、仮歌ってのは仮歌だよ、仮歌ならね、仮歌スタジオって今しっかり5万ぐらいか、仮歌歌うの、仮歌歌うスタジオ、そんなスタジオあるんですか、はいね、でも本当に、まあ、いろんなそのファンの皆さん、いろんな感じの、ね、撮り方があると思うんですけども、こちら11月の20日もうセルフカバーアルバムスタンプリリースされておりますけどもね、もう本当に大好きな1曲からもう全て含めて13曲、もう僕個人的にもいろいろ入ってますんで聞き応え本当にあるんですけども、はい、やっぱりあのスタッフ皆さん、いろんなこうそれぞれやっぱりエンジニアの方とか、バンドの方とかみんなそれぞれ引き出しとかいっぱい持ってるじゃないですか、そういう方のやっぱりアイディアもかなり今回のアルバムには入ってるってことですか、メンバー全然あのアイデアもないままスタジオに集まってっていうね、でそれから大枠のコード進行っていうのも決めなきゃいけないので、まあそれが決まってないうちはちょっとあのメンバーにちょっとスタジオでちょっと休んでたりとかで、大枠さえ決まっていくと、あとはもうメンバーの得意なことを少しずつこうかぶせていくっていうね、イメージ通りに、だからそんな時間はでもかからなかったですよ、全曲期間はなかったですけどね、なんかね、じゃあ短い結構時間で、割とねガンガン進みましたね、勢いで、ですね、はい、さあそしてですね、まあ今現在ツアー中なんですけども、昨日佐賀の方でね、ライブを終わられたばかりなんですが、12月14日あさってですね、土曜日が熊本市民会館、それからまあ15日が、長崎のブリックホールということで、九州は結構ね細かく回られておりますが、この福岡なんですが来年のお話になりますね、来年2003年の5月16日の金曜日と17日の土曜日、16、17、金土の 2days マリメッセ福岡、ファイナルなんですよ、ファイナル、そうなんですね、もうね、出来すぎてますね、地元福岡でファイナル、出来すぎてるというか我々にとって非常に嬉しいんですけども、楽しみですね、まあ、こういうところではね、たまたまだって言わなきゃいけないんですよね、もう今もあのいろんなところ他県から聞いてますからね、全国としてはなかなか難しいところあるわけですよ、言えないですよね、まあイベントとね、うちのマネージャーチームの中で、まあ、決まったと、はい、そんだけです、それだけです、はい、福岡だから運じゃなくて、いや福岡なんですよね、もちろん福岡ですよね、よくわかんないって言われましたね、リアクションがなかなかよくわかんないですけどね、まあ、何気なく決まってしまったと、野球決まったと、はい、決めたと、だからまだねツアー6分の1も6分の1終わったぐらいかな、6分の1っていうこの判断がすごい、ね、だから 10本で60本しよ、約10本終わりましたからね、また1月入ってすぐですもんね、スタートが始まって、で5月のもう半ばまで続くということでかなり長い、まだ6分の1ぐらいですね、そうですね、ちょうど10本耐えると、来年です、2003年5月の16、17、金土です、マリメッセ福岡ツアーファイナル決定しています、お問い合わせは B ということで、電話番号0927124221、7124221 B までお問い合わせください、で今年俺びっくりしたのが、学園祭、21年ぶりってのはね、あんまりそこまで数字はね覚えてなかったんですけどね、聞いたんですけど、なんかあのでもほら学園祭っていうとほら新人が出てきた通りもんみたいに言われたでしょ、で中には割とやっぱ僕らが新人の頃にも大御所と呼ばれてる人たちが出られてたんですよ、例えばそれはあの演歌であったりとかね、だから学生もやっぱり謝礼がね聞くんで、いろんな音楽をねチョイスしてるわけですよ、学生に、その今年の学園のテーマによって、だからなんかね今まあ20年経ったところで、チャゲアスが手を挙げたら面白いんではないかなということで、まあすぐ青学が手を挙げてくれたんで、まあ決定と、すごいでもお久しぶりだったんですよね、ライブ
学園祭、ね、まあ、学園祭は学園祭の雰囲気がありますから、うん、あれやっぱ僕ら 20年ぐらい前やってましたけど、うん、同じエネルギーですね。あ、やっぱそうですね、うん、あれが欲しかったですね。やっぱ学生が作ってるというライブですから、はい、うん、本当にアルバム、このセルフカラバーアルバムスタンプが11月20日にリリース、そして、いよいよライブはですね、来年マリメッセ福岡 2days 5月16、17、金、土と決まっています、はい、そして毎度この時期になりますと、決まってくるお話なんですが、今年振り返っていただいて2002年、今年はね、とにかく前のツアーが5月までやってたから、はい、でまた夏イベントやったり、それからでまた今またツアー入ってるでしょ、はいはい、とにかくツアーライブやってた年ですね。うん、すごい本数やりましたね今年は。飛鳥さんどうですか。でも相当ですね、ライブやってアルバム作って、まあまあいつも通り期日ギリギリですがアルバムができて、はい、それでまたツアーに入ってると、なんとなくね、あの思い描いたのをうまいことやれた珍しい年ですね。ねえ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 、それその3月俺のじゃないそれ。違うよ、失礼なこと言うなよ。まあ学園にあったの俺のじゃないそれ、失礼なこと言うなよ。これはまああれだよ、あの1000円あのさ、今生放送なんだから2人で喧嘩しましょう。これあの1000円の国産ダムに落としたやつからお前やつ、バカな魚しかお前いやいやいや、本当にありがとうございます。じゃあですね、一言ずつ、はい、メッセージをいただきたいと思いますか、はい、気分が悪いなって。でもいいサングラスですよね。実はですね、私は今日はあのインフルエンザの予防接種受けてきましたので、もうツアーバッチリですよ。皆さんもですね、あの予防接種を受けて、はい、よろしく、ね、乗り切りましょう。はい、チャゲでした。風には気をつけてください。はい、はい、じゃあ飛鳥さんお願いします。僕は今日インフルエンザになってまいりましたので、猛威を振るいたいなと、いろんなところで感染させてやりたいなと思ってます。じゃあ第一の感染者は僕ですか。いや、もうあのワクチンしても絶対ダメです。ダメですか。僕のやつはダメです。治らないんでしょうか。今年はですね、来年かすごいっすからね、ツアー中だからね、ちょっとね、やっとかないと、本当に気をつけてください、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それではですね、お別れに1曲ですね、曲をプレゼントしていただきたいと思うんですが、まだまだ本当にツアーも続いておりますんで、健康には十分注意して、はい、また素晴らしいライブを5月16、17、はい、マリメッセ福岡でお待ちしております、はい、よろしくお願いします、はい、それでは曲を1曲お願いします。男はつらいよ。いやいやいや、太陽と恋の中つらでした、本当にね、どうも、よし、太陽と誇りの中で、あ、そっか、うん。